様こんばんは。マキアインスタライブのお時間となりました。本日も早速始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初にこちらの放送をご覧いただくときは画面の明るさと、音量をご自身の端末でご調整いただいてご覧いただければと思います。私はナビゲーター役のマキアエディターの横山由佳です。皆さん横由佳と覚えてくださいね。そして皆さんからいただいたコメントも読み上げていけたらなと思っておりますので、どしどしお待ちしております。では今月4週目の放送ということで、今日はこの方と一緒に情報をお届けしたいと思っております。マキアビューティーズ千葉由佳さんです。はい、4週目担当の千葉由佳と申します。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。早速ですが千葉由佳さん、はい、22日に発売されたばかりのマキア1月号はもう読みましたか？はい、もちろんです。皆さん見ていただけましたか？この小島春菜さんのとっても可愛い表紙が目印でございます。もうすごい盛りだくさんで、もうずっと読んでは戻り読んでは戻りで、もうすごい愛読してます、すでに。はい、でこの号は特集がエンターテイメントっていう特集になっていて、はい、そう、表紙の小島春菜さんも、うん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 、もうなんかエンターテイメント感満載の衣装でなってるんですけど、中身も中身も全部エンターテイメントな感じでなっていて、うんうん、楽しめるんじゃないかと思います。あれもですよね、付録もすごい豪華なんですよね。そうなんですよ、これこれこれです、はい、皆さん知ってますか？これ見たかな？はい、開けちゃっていいですか？はい、もちろん。ででん、そう、皆さんこれダイアリーです。来年2020年のダイアリーです。これどうやってだ、あれこれ手帳で、私も実はもうすでに使っているんですけれども、すごい使いやすくって、12月からもう使えるので、来週からもう使えるんですけど、私もここに11月の月末勝手に数字振って、もうすでに自分で使ってます。カスタマイズですね。そうですね、トゥードゥーリストついてたりとか、あとこっちが本当に便利で、なんか今日やりたいこととか明日やりたいこととか、なんかちょっと反省とかを書けるスペースになってるので、ちょっとカフェとかで時間あった時にこう書き書きしております。めっちゃ豪華です。表紙もすごい可愛くて、とても付録と思えない。そう、本当に売ってるやつみたい、本当に可愛いです。ビニールのカバーがちゃんとついてるので、なんか防水ですよね。そう、防水です。ちゃんと使えます。そしてこれもついてるんです、ハンドクリーム。ハンドクリームです。これぐらいのサイズが、そう、確かに本当に嬉しいんですよね。なんか結構バッグがちっちゃかったりするから、なんかでも冬って本当にハンドクリームは欠かせないので、こうさっと忍ばせておけるから本当に便利です。クボンデミニムのハンドクリームです。クボンデミニムです。です。で早速使ってみてもらいます。はい、使っちゃおう。いいんですか、出しちゃって。はい。これもすでに私のポーチにも入ってるんですけど、付録なんだけど、ちゃんと本製品と同じミニサイズが入ってるから、はい、こういう感じで、ね、シリーズ一番人気のフルーティーフローラルの香り、アクアパラディシという香りです。香りめっちゃいいです。甘くて、で私が好きなところはこう広げて保湿感はあるんだけどベタベタしないから、このあとすぐスマホを触ったりとかしても全然なんかちょっと嫌な感じがなくって、本当にさらっとしてくれるんでお気に入りです ね。これめっちゃいい香り。あ、これがただ甘いだけじゃなくて、なんかちょっとこう何ですか、海外っぽいですよね。そうそう、なんか甘さの中にちょっと何かあるっていうのがなんかいい、ローズ、なんか女性らしい匂いで、すごく私はお気に入りです。はい、はい、声が聞こえないですか？手帳も使いやすいですか？めちゃくちゃ使いやすい。勝手にコメント読んじゃった。めちゃくちゃ使いやすいですよ。本当に今日ちょうどストーリーに載せていて、実はね、ここなんかこういうのもついてるんですよ。見えるかな？挟んでおけたりとかもするので、なんかしおりみたいな、ちょっとここ切って、
こうやってしておけたりとかするのでパッと開けるので本当に大きいのか無駄がないです全く。そうですデザインも可愛くてなんかこうやって持ってカフェで置いて映えって感じどうでしょう皆さん横岡さんと千葉さんのボリュームがあれれれ私の声でかすぎますあれすいません聞こえてますかどうでしょうどうですかね画質も音量大にしてるってこれ聞こえてますか地声でいきますか大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、はいじゃあ皆さんこれぜひチェックしてくださいね、はい、本当にお得だと思いますはいぜひチェックしてくださいなんかそろそろ手帳買おうかなっていう人、うん、ぜひおすすめですおすすめですちなみに字もめっちゃ書きやすいです、はい、でそしてですねこの号の目玉は皆さんお待ちかねのあれなんですよあれあれあれですじゃんベストコスメ2019下半期イエーイが発表されましたもう皆さんこれを見てさらにまた買いたくなるっていう感じであこれベストコスなんだやっぱいいんだ行こうみたいな感じになってますいつも、はい、でもちろんこちらの受賞アイテム一部この後ご紹介していただく行くんですけれども、はい、まずは千葉ゆかさんのベスコスが皆さんも気になりますよね本当ですかなってますかなってますかどうだろういいですか言っちゃいますよ言っちゃいますよ言っちゃいますよ、はい、では発表していただきましょうはいもうすごいここにもう準備してあるすごい魔法使いがいるみたい純不動でいいのかな私の選んだベスコス3つご紹介したいと思いますじゃじゃん、じゃじゃん、こちらでございます。まず、こっち右かな？右から、エトボスのミネラルスムースリキッドアイライナーのナチュラルブラウンです。でこちらが、イヴ・サンローランのルージュピュールクチュールベルニウォーターステインでこれは609番です。あとはプチプラなんですけれどもセザンヌさんのハイライト、パールグローハイライトの02番、ロゼベージュというこの3つとなっておりますで、勝因はまずこちらからこっちはもう本当にプチプラとは思えないぐらい の、 あの発色でとっても使いやすいです、前まで01番でシャンパンベージュかながあったんですけどそれだとちょっと若々しすぎるなちょっと明るくなりすぎるなっていう風に思っていてなんかちょっと肌なじみのいいちょっとピンクっぽい感じのカラーが出ないかななんて思ってたら出てなんとこれはすごくどこでも結構完売しててあの入手困難になってるんですけどすごいやっぱ人気だそうで本当にこれは買ってよかったですでブラシもついてるのでお直しすごいしやすいですでこれは、ティントではなくウォーターごめんなさいすごい動いちゃってるウォーターステインなのであのなんて言うんだろうティントよりは色残りはほんのりなんですけれどもそのみずみずしい感じがすごいお気に入り で最近の使い方としてはリップの下にちょっと仕込んどくっていう感じでそしたらほんのり残るから落ちてもあこの人もともと唇の色綺麗なんだなって思ってもらえるような感じになりますそしてこれはエトボスのアイラインなんですけどこれはちょっとマットな感じになるんですねなのでこうアイライン引いた時ってちょっとこうテカテカしてるのがなんかいかにもアイライン引いてますみたいな感じでこうシャドウでぼかしたりとかしてたんですけどそれが必要がないぐらい優秀で一番今この下半期で一番手に取ってると思いますこの子はめっちゃ喋ったセザンヌまとめ買いしましたもうこれで多分なくなったりとかしたら結構買えなくなるからみんなストック用とか私は友達用に1個持ってますなんか欲しいって言った子にあるよって言ってあげられるように1個ストックしてあるんですけどこれをもし友達が見てたらなんか いっぱい言ってきちゃいそうなので1個のみですのでよろしくお願いしますあらはい私のベスコスはこんな感じでございますねすごい
ね、すごい。そのセザンヌのハイライトは私もめっちゃ大好きで。あ、本当ですか。はい、なんかいいですよね。私はどっちの色も結構好きです。あのシャンパンもですか。はい、使いやすいですよね。使いやすいですよね。今日も使ってます、ちなみに。ツヤツヤ。本当ですか。はい、さて、さてさて、じゃあ次の企画です、はい。実は本誌ではベスコスの発表に伴い、美容王が東大王に美容トレンドのワードクイズをしているんです。今日は美容に詳しい千葉由香さんに美容王となっていただいて、視聴いただいている皆さんにクイズを出していただきたいと思います。ドゥドゥン、かわいい。大丈夫ですか。美容王の千葉由香と申します。皆さんはじめまして。ビシバシ行きたいと思います。皆さんこれが答えられたら美容王です。それでは第1問、ドゥドゥン。顔の上にある常在菌の中でも今期は肌の美しさに関わる菌が特定されたことが話題になりました。それらの菌をまとめて何という？皆さんコメントで答えてくださいね。合ってるかな。皆さん答えてくださいね。答えてくれてますか、うん、全然答えてくれてない。あれれれれれれれ、ね、答えが見えてたよ。見ないで、見なかったことにしてください。あ、でも一人一人皆さん答えて、コインムさん答えてる。答えは見えてたということで、もうこちらはめくりたいと思います。皆さん大正解。いきます。テレビみたいでしょ。ドゥドゥドゥン、美肌菌でした。美肌菌でした。どうでしょう皆さん、当たったかな。はい、これに、これは、うんうん、なんかね、このキーワード今年ほんといろんなところで聞きましたね、うん、はい、美肌菌。なんか腸、菌活って言ったら腸とか、確かになんかそういうイメージだったんですけど、はい、うん、肌もなんだっていう感じでしたよね。そうですね、もうすごい好きな名前ですね、美肌菌。好きな名前、なんかいい名前だななんて思います。すごくで、はい、で肌には常在菌がたくさんあるんですが、うん、その中でも特に美肌に関係がある6つを、うん、とランコムさんが特定したんですね。知らなかった。そのバランスを整える、コントロールするという革新的な美容液がこちらです。ありがとうございます。ランコムのジェネフィックアドバンスト N 美容液。あ、もうこれ大人気ですよね。ね、これ使ってる人たくさんいらっしゃるんじゃないですか ね、 ね。でこれが、マキアの、ベスコスで見事ベストオブベスト大賞を受賞しています。すごい。ベストオブベストってことは1位中の1位。最高じゃないですか。出しちゃっていいですか、はい、皆さんこう見たことない人もしいたらこれをきっかけに、こういう感じで押してこうスポイトで出して、また押すとビャッと出てきます。もったいないのでまあ、1回にしてますけど、こういう感じで美容液です。こういう感じで結構みずみずしく伸びます。なんか美容液ってもうちょっとこっくりしてるかなっていう感じなんですけど、本当にみずみずしくって、あのワンプッシュで全然全顔いけて、多分首とかまでもいけるんじゃないかなっていう感じなので、結構贅沢に使えていいかなって思います。ねえねえねえ、そうですね、ね、結構買いましたみたいな人とか、欲しいって言ってる人とか、欲しいやつくるね。あ、そう、これ新しくなったんですよ、この美容液。そうなんですよね、私古いの前使ってリニューアルする前の。リニューアルして美肌菌になったんですよね。でもこれ本当になんか、ベスコスの時どうする、どれがベスコスかなみたいな時、本当編集部の人でももう絶対これがいいって言ってる人がめっちゃいて。そうなんですね。それくらいやっぱりそういう秘話が、うん、ファンが多いんです ね、 ですね。すごい使ってる方もたくさんいると思う。高級だって、まあ美肌菌が、ね、いるぐらいですからね。これで肌がなんか活性化良くなるのであれば、まあ、ちょっとご褒美に、それこそもう年末ですし、クリスマスプレゼントにちょっと願ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、はい、じゃあ2問目いきますか。いきます。
タダン。肌とは直接関係なさそうに思えるある臓器に着目したコスメが脚光を浴びました。その臓器とは以下の3つの中から答えを1つ選びなさい、選んでください。ちょっと待ってくださいね。どうですか、ある臓器ですよ。どうですか、何も誰もみんなわからないのかな。腸、みんな腸なんですけど、ある、まあ、臓器って書いてあるとついついこう、確かに、あ、でも C のっていう人もいるし、うん、B だっていう人もいますね。あらららら、じゃあこれはいつ答えたらいいんですかね。じゃあお願いします。はい、いいですか、お願いします。ちょっとペンがハンドクリームになっちゃったから。答えは C の NO です。正解した方に拍手。すごい、ごめんなさい、すいません、興奮して帽子がちょっと美容王から千葉床になり、また美容王になります。あれ、これこうなって、こうなってこうですね。はい、ちょっとこ、横彦さんはちょっと今ちょっと帽子をかぶり直しています。はい、すいません、皆さんノーでした。これはなんでノーなんですか。そう、今期の注目はノーだったんですね。なんかノーが好奇心いっぱいだと肌に好影響があるっていうことが実証されて、うん、それに着目したエイジングケアコスメが開発されたんです。脳みそなんですね、大事なのが。で、それの例えばこちら、クレドポーボーテのルセラム、これだ、これだ、これですね、これここです。です千葉ゆかさん、こちらいかがですか。クレドポーテ、ちょっと出しますね、どうぞ。あ、まずワンプッシュですごいとろっとしております。量はこれぐらい、ワンプッシュでこれぐらいです。なんかさっきと違ってすごいしっとり感のあるけど伸びが良いっていう感じの、あ、いい香りですね。そうなんですよ、癒されます、癒されます。なんか匂いとかでも関係してるんですかね、その脳とかって。確かにすごいいい香りですよ、美容液。ありがとうございます、すみません、これですね。え、これは美容液なん、あ、手のひら、洗顔後手のひらにディスペンサー3回押します。1回じゃないです、3回押して、顔全体に丁寧になじませますということなので、ワンプッシュでもう全然伸びたんですけど、3プッシュだったらすっごい贅沢に使えるかなって思いました、うん、はい、こちらベストオブスキンケア大賞に輝いております。で、これは洗顔後すぐ使うとなんかこうちょっとツヤが出る感じなんですね。いいですね、ノーとは知らなかった。そりゃそうですよね。皆さん脳も美容にすごい大事になってくるそうなので、これ、まあ、これだけではないんですよね。そうですね、うんうんうん、もう一つはこちらですね。はい、じゃん。すごいですよね。ポーラ BA グランラグゼザサード、すごいすごい、もう見た目がすごくて、このなんか見た目だけで脳に好奇心がある感じがしますよね。すごい、あの存在感がたっぷり、うん、これ開けていいんですか、これも。はい、ぜひ。これはちょっと斜めに、まあ、要はこれがすごい大きい蓋みたいな感じになってます。なのでここをパカッと取ると、こういうなんかもう宇宙船からが宇宙人降りてきたみたいな感じになってるんですけど、なんかなん、これどうやって出すのってなるじゃないですか。いきます、ほら、ほら、これが1回かな、はい、これが1回です。で、これを指に取って使うっていう、すごいなんか新鮮というか鮮度が高めかななんて思います。すごい、まさにね、肌なじみもめっちゃいいですよ。スキンケアですね、これは。すごいしっとり、もうちょっといろんな手塗っちゃってあれなんですけど、すごいしっとりもして、これは、これ美容液ですもんね。あ、美容液と乳液でございます。ポーラ BA、 これなんか結構あれですよね、これは結構あの驚きな感じですよね。そうですね、 いいですよね、こういうの使えるようになりたいです。で、これが、新知見テクノロジー部門の1位を受賞されました。
すごい、これは面白いですね。ねこれはもう 朝夜両方使えるんですよね、これきっと、ね、なんかすごい特別なケアと思いきや、なんか毎日こういうの使うだけでもすごい気分的にも、それこそ見た目もその機能とか含めてすごい脳に効いてきそうな感じがします。すごい、3日使うと肌が輝いてきますって。待って待って、これ使ってる人がいらっしゃるってことですか、ね、そうなんじゃないですか。いっぱい塗っとこうみたいな感じ値段も知りたい、値段知りたいとおっしゃってる方がたくさんいれます。いれます、いります、います。これはこれはもう結構あれですよね。そうですねGoogle で見てみてください。じゃあ次、はい、お願いします、はい、次いきます。ドゥドゥン、今期はナイアシンアミド、カッコニコチン酸アミドイコール水溶性ビタミン B の一種、カッコ閉じる配合のコスメが花盛りでしたが、その主な効果は以下から正しいものを選びなさい。ただし答えは一つとは限りません。はい。ナイアシンアミドが入ってるコスメがすごい今年出てます。シワ改善、B、美白、C、血行促進。ヒントも読んでくださいね。ヒントもあります。シワ改善。ナイアシンアミドなんか結構確かに聞いた気がします。よく発表会とかでもよく聞いて、その聞くたんびに、本当すごいななんて思って感心しておりました。ね、全部とか A と C、シワと美白、シワ改善とかいっぱい。そうですよね、あ、うん、どうですか皆さん、 A と C かな、だって A と B たくさん答えてくださってます、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ正解をお願いします。正解いきたいと思います。正解は A も B も C もです。イエーイ、すごい正解者に拍手すごい気分いいすごいですね、全部に効くなんてもう神様じゃないですか。で、このナイアシンアミドを配合した製品がこちら、シワケア部門の第1位に輝いたカネボーリンクルリフトセラムと、第3位に輝いたオルビスリンクルホワイトエッセンスです。すごい、これ私オルビスの方はすごい使っていて大好きです。私こんあすごいいい感じですねすごく好きですこれ、ね、どこがおすすめですか。めっちゃコスパがいい、とにかくコスパがいい。これなんかシワ用とは言われているんですけど、こうやって書いてあるように美白にもすごい効果があるんですね。なのでシワもなくなるのに使っていくうちにトーンも上がってくるというもう画期的なもので、もう本当にこれはもう米粒ちょっととかでもいいんですよ。本当少量で伸びるので、もう私は結構たっぷり塗っちゃってるんですけど、それもコスパがいいからこそできることかななんて思って、もうこれは2本目突入しております。はい、ね、このくらいの、はい、これなんか1ヶ月ぐらい使える量あって、うん、でも1ヶ月使うと本当に実感するんですよ。でなんかああカネボを使ってます、コメント多いそうですよ、うん、これ本当に何だろう、なんかちょっとこう気になるなんか表情とかここら辺のシワとか、なんかそういうのとかが本当になんか気にならなくなるのですごいなって思って、めちゃくちゃいいです。ちょっと私もカネボさん使ってみたいと思います、うん、いいですね。それはそうすごいですよね。もうホールビスもめっちゃいいんですよ。今年本当とにかくシワケアの製品がこうめちゃくちゃ多かったなっていう感じなんですけど、はい、これ以外に何か対策とかされてますか。シワに関してですか、うんうん、私はオイルでシワケアしてくれる製品とかがあるのでそれを塗ったりとかしたりが多いですね。あとやっぱ目尻とかになるとそれ用のアイクリームを塗ったりとかっていう感じで、こういうこうよく動かしちゃうところはやっぱよりケアを濃厚、うん、強め重めにしてます、はい、
でも本当になんかシワが化粧品でこう改善する時代っていうのがもうすごい感動ですよね。いや本当になんかそういうのってもう治らなくって、うん、もう年を重ねるにつれて諦めなければならないとことか、ちょっと受け入れなきゃいけないのかなって思うところだったんですけど、それがやっぱなんか昔の自分より今の自分の方がシワがあんまりなくって、本当にすごい、本当にほうれい線とかも、でも確かにいや全然あるんですけど、いやあるんですよ、言うて何もコメントしないでください、あるんですけど、なんか昔の方がやっぱちょっと老けてたのかなっていう、こうなんかマキアのね昔の写真を見た時にえって思って、だからやっぱこういうののおかげなのかなって思ってます。コスメ本当にすごいですよね。はい、本当にすごいです。じゃあ次いきます。はい、ドゥドゥン。セラミドが減る原因としてあるものが関わっていることが分かりました。それは何？カタカナ4文字で答えなさい。皆さん、千葉ゆかではないですよ。難易度は2です。カタカナ4文字です。セラミドですよ。なんかすごい。もう正解の人がいる。本当ですか？ポヨリグラムさん。すごい。でもすごい、みんなすごい、面白い。だって嬉しい。え、みんなすごい。すごいって答えてるということは、え、でも唐揚げっていう人もいます。まあ、あと油、千葉ゆかっていう人もいっぱいいます。私、セラミドコマスとかも最悪じゃないですか。もうじゃあ、いいですか。はい、答えをめくっていきたいと思います。じゃらららららん、ストレスです。正解者に拍手。ちょっとみんな慣れてきて、ちょっと拍手が小さめになってきた。ありがとうございます。ストレスなんですね。ガーンって感じですよね。いや、もうストレスってもうたくさんいろんな種類があるじゃないですか。なんか外的ストレスも内的ストレスもあったりとか、すごいストレス社会ですからね。なんか皆さんすごい疲れちゃってますよね、きっと。いつもそう、セラミドって言ったらやっぱ肌の保湿を担う重要な成分で、なんか加齢によってその数が減少するっていうことはこう、ね、美容好きの皆さんならなんかよくご存知かなって思うんですけど、これが年を取ることだけじゃなくってストレスでも減ることが判明したっていう、なんかだから若くてもストレスフルな生活をしているとケアが必要なんですね。確かに結構20代とかの女の子とお話しする機会がある時も、乾燥がとか言ったりとかしてる方が結構多くて、やっぱ SNS とかも流行ってますからね、結構皆さんこうストレスを抱えてると思うんですけど、そういうのに効くコスメもあるってことですよね、きっと。はい、そうです。セラミドケアの第一人者といえばやっぱこれですよね。はい、富士フイルムアスタリフトゼリーアクアリスタ。急に急に声張る。いや、これ私めっちゃ大好きなんですよね。本当に本当に。いや、もうこれはもうみんなすごく信頼している一つですよね。これ開けちゃいます。しかもパッケージがリニューアルしましたっていう、私が宣伝するパッケージリニューアルしました。開けやすくなってます。パカーン。これ皆さん知って、もう知ってますよね。もう CM でもやってたし、もうこの分かります、このプルンプルンって感じ、これがすっごい面白いのがこうやって、これが気持ちいいんですよ。こうもろもろもろってとなってくるんですけど、ちょっと時間経つとウィーって伸びてるんですよ。で、このもろもろもウィーってなって、こうほじっても次の日ピーンってすごい綺麗になってるんですよね。そうなんですよ。なんかつるんってね、そう、これ回復するんですよ。もうさ、本当は最初はこうゼリーみたいな感じなんですけど、だんだんこうやって溶けて馴染んでいくので、本当にこの使用感はすごい好きっていう方すごい多いですよね。ね、本当にこれすごく良くて、なんか私めっちゃ乾燥肌なんですけど、なんかこれ本当にすっごい浸透するんですよ。横ゆかさんはストレスが多めだそうです。あれあれすごいいいですよ、これは。本当に特になんだろう、そうですね、これ乾燥気になってる人は一回使ってみてほしいですね、はい、これはすごく私も大好きでございます。いっぱいなじませとこはい、めっちゃしっとりしますね、手が。はい、ありがとうございます、助かります、皆さんのおかげです、
ちなみに、はい、千葉ゆかさんはストレスを感じたときどうやって解消してるんですか？はい、私はストレスがあんまりたまらないです。めっちゃ羨ましい。なんかなんでですかね、ストレス。どういう時にたまるんですか皆さん、ストレスって。仕事とか仕事だったり、あとなんだろう、はい、なんですかね、人間が見えるのかな。でもあれはあります。それこそ生理前とかになるとちょっと気が立ったりとかするんですけど、なんかイライラしない液体とかを飲んでます。なんか結構これよくいろんな人に勧めてるんですけど、ちょっとこう女性ホルモンがこう活発になる液体があったりとか、そういうのであったり、ちょっとお風呂に入る時間を長くしたり、お友達に話を聞いてもらったりとか、なんか自分の機嫌が良くなる方をあえてやってたりとかすると、あんまりストレスがたまらないのと、ちょっと面白いじゃないですかストレスって。すごい、そんな境地に達してるんですね。なんかこうちょっと嫌なことがあっても、うん、まあ、レベルアップしたなっていう風に思って、あ、じゃあストレス溜まっちゃったから明日リフト使えるみたいな感じで、こう全てポジティブに持っていくと皆さんとても生きやすいと思います。そんなこんなで次行ってみたいと思います。次行ってみましょう、はい、皆さんラストの問題でございます。いきます。ドゥドゥン。放っておくとやがてたるみへつながると言われているある現象をひらがな3文字で答えなさい。さて、もう一番嫌いな言葉、たるみ。本当にこの原因になるもの。さあどうですか皆さん、なんか千葉ゆかさんのポジティブさにすごい感激してるコメントばっかりで答えが全然ない。あれ、あったあった、ありましたか。あれ、あ、みんなむくみむくみむくみ老化老化もうそれも絶対ある、それも絶対あります。むくみむくみ老化むくみむくみ老化っていうなんかむくみむくみ酸化もありますね。くすみむくみくすみむくみちょっと2つ答えてちょっとずるいですね。疲れ、わかります、わかります。では早速答えに行きたいと思います。むくみ、むくみです。もうね、大嫌い本当に。もうこればっかりはもう皆さんね、どうしようもないと思ってると思うんですけど、私もどうしようもないと思ってます。これからなんかご飯の回数が増えるじゃないですか、年末に向けて。だからもう食事とかでもすごいむくんだりとかしやすいから本当に嫌ですよね。ね、嫌ですよね、はい。でむくみの原因は不要な水や老廃物がこう溜まってしまう、あの本来ない部分に溜まってしまうということで、はい、与えるケアも大切なんですけれども、はい、こういうなんかそういう不要なものを流すっていうデトックスケアが今期は注目されましたね、はい、確かによく聞きますね、はい、これもめちゃくちゃ私大好きなんですけど、イプサのセラムゼロ、これ私も大好きです。大好き、もうね、これいいですよね、むくんだ日の朝とか。そうなんです、私結構その日の朝にやって、うん、なんかイプサさんがあの独自でやってるメソッドもあるので、そのやり方をもうオール真似して結構流してすっきりさせてメイク始めるとかっていう風に私は使ってました、うん、いやこれ本当にいいです。これ出る時本当にって思ってなんか試したんですけど、なんかすごいいろんないいカメラでなんかこう撮影した時に実際にむくみがこう少なくなってるのをあの実感しちゃったもんだ、目で見ちゃったもんだから、もう信じて信じてやまないです。こういう感じですごいとろっと、ちょっとジェルっぽい感じなんですけど、これですごい伸びがいいからマッサージもすごいしやすかったです。こんな感じです、はい、うん、あともう一個あるんですっけ。あとが、はい、さらに、あ、そう、こちらはね、新知見テクノロジー部門の第2位ですね。あ、セラムゼロがですか。セラムゼロが。で、さらにこちらもですね、はい、スペシャルケア部門第3位に輝きました。ポーラレッド BA コントゥアンテンションマスク。コントゥアンテンションマスク。開けちゃおう。これで撮っていいんですか？はい。あ、なるほど。すごいし。しっかりしてる感じの、これがね、カッサでマッサージもできるんですよね。あ、なるほど、これカッサ固定、そう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 、わお、
めちゃくちゃいいじゃないですか。もうむくみにダイレクトに効きますね。すごい持ちやすくてコンパクトなので、なんかカッサって結構大きくて重かったりするんですけど、うん、これ結構お泊り行く時とかも全然持っていけますよね。はい、うそうですね。あ、クリームもすごいしっかりしてます。そう、しっとりしっかりです。これでマッサージしたらめちゃくちゃ気持ちいいですよね。そうですよ、そうですよ。使いたいこれぜひ。皆さん、クイズは何問分かりましたか？今回のベスコス受賞されたコスメはどれもすごいものばかりです。気になったアイテムはぜひ使ってみてください。肌が変わる実感がきっとできるはずです。はい、でこれはいいわ。今までは本誌に関するお話をさせていただいたんですが、はい、ここからは千葉ゆかさんのことがもっと知りたいということで、千葉ゆかさんの今月買ったコスメをご紹介いただこうと思います。題して今月の千葉ゆかがいー。わーい、ありがとうございます。すいません、こんな企画を 私ごときが早速これは紹介していって大丈夫ですか？はい、では早速なんですけどね、はいはい、11月に千葉ゆかさんが買ったアイテムを教えてください。はい、こちらでございます。あの本当はもっとめっちゃ超買ってるんですけどもう今月とかもう皆さんきっといや、そうですよね。あの火の車っていうぐらい、もうすごいたくさん買った方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私が今日持ってきたこの理由はなかなか買うのに苦労したシリーズです。はい、これ本当にちょっと使用感めっちゃ申し訳ないんですけど、こちらの3のオータムグローフリーダムパレット、あの限定品ではあるんですけれども、これはもうあの3さんってネット販売があの0時0分0秒からなんですね。なのでもうなかなかネットがつながらなくってもうお風呂に浸かりながらもうダメ元でずっとこうやって戻っては行って戻っては行ってみたいな感じで、やっとカート入った瞬間まだ真っ裸だったので、もう出てカード取りに行ってあのカート無事購入できたっていう、もう私の中の本当に愛してやまないパレットです。すごい使いやすくって、あ、スリーダムと買いますか？買いますよね。他にも2種類あるんですけど、どっちの色もどの色もすごい使いやすかったんですけど、比較的やっぱピンクとかコーラルが入ってる方が使いやすいなと思って私はこれにしました。そしてこれ多分一番最近なんじゃないですかね、買ったのが。これ皆さん知ってますか？インテグレートさんと、こちらマチキアージュさんのなんですけど、アナと雪の女王2のコラボ の、はい、あのアイテムになります。これはインテグレートのシャドウで、雪アナエルサです。エルサですよね。エルサの方の色でちょっとモーブ、ピンクとかモーブカラーになっております。これは今日私もメイクで使っているんですけど、キラキラ。そうなんです。なんかこの3色だけでもすごいキラキラになるんですけど、この隣のパウダーをちょっとのせるだけでキラキラ度がめちゃくちゃ増すので、すごくおすすめです。そう、本当に千葉ゆかさんのここが雪が降ったみたいにキラキラしてるんですよ。可愛いんです、すごく。雨雪こんな感じです。見えるかな、キラ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 、こういう感じで、なんかちょっとあの夕方くすむなとか、ちょっと目が疲れてるように見えてきちゃった時とかに、あえてこう明るい色とかをのせてあの目くらましをしたりします。あとはこのリップです。これはアナの方ですね。オレンジ系のカラーで、もうこれめちゃくちゃドラッグストアを 4,5 軒回って買ったんですよ。もう本当に苦労しました。でこの色もすごいラメでキラキラでめちゃくちゃ可愛いんです。可愛い。でエルサの方はもうちょっとあのグレープ寄りなカラーで、アナの方のシャドウはもうちょっとオレンジで、結構肌なじみがいい感じなんですけど、どっちも迷えなくて、まあ、2個買いました。2個全種類購入しました。もうこれ、ね、パッケージもめっちゃ可愛いですよね。そうなんです。でなんかこうやってテーブルに置くとこれがちょっと雪っぽく見えるって言われていて、なんかこれもちょっと映えで可愛いみたいな感じで言われてます。見える、映らないのかな、ね、ちょっと電気が明るいからあれですけど、ちょっとカフェとかでこうポンと置いたらちょっと、あ、映ってる、これは
めちゃくちゃ可愛くて、結構場所によってはまだ全然売ってるよって聞いたことがあるので、皆さんよかったら見に来てみてください。はい、ちょっと拭こうかな。でそれでですね、前回の1回目の放送中で、はい、皆さんのコメントに多くと投稿いただいてたのが、うん、メイクのポイントはとか、うん、千葉ゆかちゃんメイク何使ってるのなどたくさんいただいてたんですよ。ありがとうございます。でコメントでも愛用コスメをこうやっぱみんな知りたいなっていう声もいただきましたので、こちらもコーナー名をつけてきました。題してもっと教えて今日の千葉ゆか。イエーイ、皆さんじゃーん、皆さん何度も何度もありがとうございます。本当にすいません。でこのコーナーでは千葉ゆかさんの今日のファッションのコーディネートと、うん、ファッションに合わせたメイクのポイントをご紹介いただこうと思います。はい、なんかね皆さんちょっと感づいてたりしますかね、この感じどうですか、どうですか、こういう感じですかね。結構ねさっきからお洋服 どこのですかってめっちゃね本当ですか、聞かれてるんですよ。嬉しいです、ありがとうございます。これは立ちます、立ちましょう。ちょっとこういう感じで今日はワンピースなんですけれども、こんな感じでございます。でブランドはスナイデルでございます。かわいい、なんかちょっとオケージョンなんですけど、意外とこういうのを普段から私は着れたり着ちゃいたいタイプなのでと、今日はそのインテグレートのアナ雪コラボの、エルサのメイク、エルサのコスメを使ったので、ちょっとエルサ風なアナ雪風な感じでまとめたので、こうポニーテール三つ編みじゃないんですけどして、ちょっと雰囲気出してみました。すごいお気に入りです。ベルトもついてるのでウエストマークできるし、逆にこれをつけないでストーンともできるんですけど、なんか結構レースでこういうなんかお袖も結構広がる感じなので、あえて髪の毛は結んでまとめた方がモサックならないです。髪の毛短い方は全然このままでもいいと思うんですけど、ちょっと長かったりしてる方はまとめた方がより素敵に着こなせるかなと思います。うんうん、すごい可愛いですね。みんな皆さんもお洋服可愛い。本当ですか、嬉しい。レリゴーって言ったらレリゴーですね。ありがとうございます。で、ね、もちろんこれお洋服も、ね、はい、気になるんですけど、はい、千葉ゆかさんといえばやっぱメイクも、ね、気になりますよね、うん、ありがとうございます。これからの時期はやっぱクリスマスのシーズンじゃないですか。ちょっとなんかイルミネーションとかも、ね、こうちらほら、ね、いいですね、始まってたりしますけど、なんかクリスマスに合ったメイクポイントとか教えてもらいたいなって思うんですけど、なんかクリスマスはやっぱりなんかお洋服とかに合わせるのがもちろん私は大好きなんですけど、なんかちょっと赤とかグリーンとか入れるならちょっとシンプルなキラキラとさせたシャドウをつけたりとか、それになんか赤に合わせてちょっとリップも赤にしたりとかっていうのは可愛いと思うんですけど、もしデートだったりとかイベントだったりパーティーだったりするなら、そこのなんか照明に合わせてメイクするのもすごく実はおすすめで、なんか結構派手にしすぎちゃってるのに照明が暗いだけでなんか重たく見えちゃったりとかするので、なんかちょっとダウンライトが強めな感じなところで彼とディナーとか行くんだったら、なんか本当下にポイントを置いてちょっとキラッとさせてうるうるな感じで、なんかもうこいつかわいいなみたいな感じになんか見せられたりとか、あとお友達と行くときはちょっとまつげのカールをいつもよりちょっと強めにしたりとか、メイク直しの時にビューラーをこう忍ばせてより目力をつけたりとかっていう色もそうなんですけど、ちょっと塗り方とか直し方を変えるだけでもう全然雰囲気変わると思います、うん、ねー、はい。あとですね、なんか千葉ゆかさんの今日のリップなんですか、はい、うん、今日のリップはこのさっき紹介したベスコスのリップの色違いなんですけど、ちょっとこっちに持ってきてなくて、持ってきてなくってごめんなさい。これの色違い、こちらの色違いを下に忍ばせて、その上からこのシュウエムラのピカシュ、前奏、先週、先々週からも話したんですけどロージーショットっていうちょっとモーブ系なのでモーブで合わせております。でチークもモーブ系のローズっぽい色を使ったんですけど、指でお粉なんだけど指で塗りました。
クッションファンデとかして顔がツヤツヤになった時にお粉つけるとめっちゃつきが良すぎちゃうので、なんかあえてちょっと指でこうチークを取って、ほんとクリームチークみたいにトントントンってするだけでちょっとふわっと粉なのにふわっとツヤ系とかのクッションとも相性がいいので、そういう感じで工夫してみました。ファンデはお直し用でディオールのスノークッションっていうトーンがめっちゃ上がるクッションファンデあるじゃないですか。あれを使っております。はい、直しで使いました、はい、っていう感じでした。はい、でですね、あれ、はい、めっちゃ時間経ってるみたいな感じなんですけど、あ、ごめんなさい、いっぱいいっぱい喋っちゃいました。で今日ね、初のMC でしたけど、千葉由香さん、はい、いかがでしたか？めちゃくちゃ緊張しました。マミ様って感じです。マミ様、もうどんだけ1回目に救われたことかっていう、ね、頼り切っていたっていう、もう本当にそうなんですよ。なんかちょっと言うかな、なんか言うかな、言わないかな、横ゆかさん今しゃべっみたいな感じで、もう私たちも2回目ということなので、ちょっとお手柔らかにとは言いませんが、きっとこれからどんどんシンクロ率が良くなって、はい、もうめちゃくちゃいい番組になっていくとは思います。すごい楽しかったです。ね、楽しかったですね、はい、でなんか、あ、そうそう、次回のね、はい、放送は12月12日木曜日21時を予定しております。12121ですよ、ね、何かが起こりそうな感じ。マミ様だから何かが起こると思います。皆さん楽しみにしていてください。で詳しくはインスタなどのマキア公式 SNS でも告知を投稿いたしますので、そちらをご確認ください。また今後の配信でやってほしい企画など引き続きコメント欄にてご意見お待ちしております。はい、ではいいですか、おしまい。千葉由香ちゃんのスクショタイムとかいらないですか？大丈夫大丈夫とかで構えちゃうみたいな。千葉由香ちゃんのスクショタイムです。本当ですか？多分みんなこういう感じです。ありがとうございます。皆さんぜひ素敵な素敵な月末を、はい、まあ、いろいろ慌ただしいですけれども、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、しますでは本日の配信はこれにて終了となります。皆さんご視聴ありがとうございました。金曜日頑張りましょう。頑張りましょう。